ございます。さあ今日はですね、天気もいいのでちょっとドライブしながら若干の遠出、小1時間ですかね、葛飾区柴又、ですね、河内屋さんという、うなぎ屋さんで、これが、創業250年ぐらいの、本当にもう江戸時代ぐらいからあるお店らしいんですけども、ちょっと先日新聞でそこの、お店の記事を読みまして、うなぎ屋さんなんですけど鯉料理も出してはるということで、俺はちっちゃい時におばあちゃんが山ん中でやってた釣り堀屋によく週末はずっとそこに行ってという生活をしてて、鯉の洗いとか鯉コクがもうめちゃくちゃ好きで、なんて言うんでしょう、こうちっちゃい時はなんかそれでこう作り上げられてるみたいな、なんとなくこういう感覚があって、でなかなか東京に来て鯉料理食べることないですし、でうちのまたそれ おばあちゃん親戚から引き継いで、今親戚のおっちゃんおばあちゃんがやってる、釣り堀屋、この間この YouTube でも行きましたけど、ほんならもうやっぱり大変やから鯉料理はもうやってはらへんくて、そうか、あの鯉料理食べられへんかなんて思ってたら、ちょうどその新聞で鯉の洗い鯉僕も東京で出してはってというのを読んだんで、ぜひぜひ久しぶりに鯉料理食べに行かせてもらいたいなと思ったら、OK いただきましたんで、今から初めてですけどもそこにちょっと向かおうかなと思ってます。なかなか葛飾区行くことないですからね、ほんまロケぐらいでしかプライベートで行ったことないんじゃん。さあ着きました、ありがとうございますね。お日柄もよくなかなか芝生田来ることないしね、こちら河内屋さん、もう美味しいねこの佇まい、もう美味しいね、見てよ250円、うん、すごいな。失礼します、よろしくお願いします。ゆとりのあるエントランスこちらのお席になります。こういう感じだよ、こんなに近所あったやなすごいよな、すいません、お忙しいところありがとうございます、お願いします、すいません、この度はいいです、ありがとうございます。新聞読んでましたら、こちらの記事が、あ、そうですか、はい、濃いので、はい、ぜひぜひ行かせていただきたいなと、ね、東京だとあまり多くないですね、ないですよね、あんまりね、はい、行っててもそんなに数出ないですね、あ、やっぱりうなぎとかの方が、まあ、そうですね、あと単純にその食べてはらへんけど毛嫌いされる方も必ず多いですね、うん、あの割とね、池とかだと鯉って臭いんですよね、はい、でも今柵の鯉なんて、はい、川の中で養殖してるんで、はい、こう全然臭みもなくて、そうですよね、美味しいんですけどね、ぜひ本日はよろしくお願いします。社長で何代目ですか？これ10代目なの。10代目10代目だよここはもう250年ずっとこの場所ですか？ね、ずっと川っぺりというか、そこに堤防なんですけど、はあはあ、堤防ができる前までは川っぺりで、明治の終わりでこっちですね。宿をやられてたんですか？戦前はそうです。宿、はい、そうなんや。でもまだこれ職人さんは別ですもんね。そうです、ね、はい、そうなんですよ、ね、今うなぎ職人とかもすごい少なくなってるので、そうそう、あと川をさばく職人も少ないです、
川魚なかなかまたちょっと違うやろうしね、普通の海の魚と、あ、やっぱこういうの洗えてあっこうの書いてあるぐらいだから、そうなんですね。じゃあ僕でも、うなぎもいただいた方がいいですもんね。うなぎもそうですね。じゃあうな重の竹と濃いコクと濃いの洗いをいただいていいでしょうか。わかりました。すみません、はい、よろしくお願いします。あとノンアルコールビールをください。ノンアルコールビール、はい、ちょっとこうな、なんかせめてめちゃくちゃ手でかいね。おー、ちょい長いもん。何年ぶりやろ、こういうの洗い食べんの。うん、いやー冬の花火を見たな。幸せやわ、お疲れっす。この辺りどうなんですか、なんかあれ見といた方がいいよみたいなのあったりするんですか。ね、本当それこそ何年か前に松本人志さんがひっそり来て、はい、寅さん記念館っていうのが行ってたんですね、はいはいはい、あ、そうですか、はい、山本亭っていうのが一応、それは何なんですか。それはね、昔の大正時代の建物が、はあ、いい立派な建物なんで、はあ、それを開放されてるんですか、ね、はい、あ、ちょっとじゃあ、うん、そんなフラッと行けるのかしらけど、うん、行けますよ、近所ですか。近所です、うん、歩いて、今たまたますごいな、電話かかってきて、はい、おうDVD 届いたっつって、ちょうどトラさん、いい俺見たことないやつやな、じゃあ送るわとか言ってゆうちゃんのやったやつとアキラとやったやつ送るわ、うん、でも歴史上の人物やな確かに、それがたまたま今日出たねここでちょっと、ありがとう、行こうか、ちょっとな、ね、これはどうですかね、これ作るような気がします。どちらの鯉、これは長野県の鯉ですね。何人前とか、この大きさによりますけど、だいたい5、6人前、うん、でこれだともう生なんで、はい、これを湯洗いするんですよね。生はじゃあ食べ、生ではあんまり食べないです。そうなんですね、はい、これ75度のお湯が出るんですよ。湯洗いすると何か変わるんですか。身が立つっていうか、氷水で締めて、こんなに全然色も違う。これを同じ厚さに切らないと、はい、同じ硬さにならない。これで完成です。あ、どうぞ、すいません、ありがとうございます。うわー、美味しそう。はい、ありがとうございます。うん、初めて見た。このうなぎの肝をロール状に固めて黒く輪切りにして、うぜひ食べてみて、はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。おいしい、濃いや濃いやわ、臭みとかないですか。全くないですね。美味しい。キモロールいただこう。うん、あ、キモロール美味しい。
大人だ。おつまみやこれ。これは日本酒進むわ。学校もちっちゃいし、行ってる期間もある。うん。まあでもクラスメイトという意味では一緒やけど、でも二クラスしかないしな中学は。うん。進学校やったから。そうそうそう。うん、今だからあるあるも全然違うやろな。そうでしょうね。なあ。クラスというかその学校のね、なあ少ないし。あるある世代別あるあるネタみたいな、なんかな、うんうん、あるやな。だって今犬入ってきて、うん、校庭に犬入ってきてテンション上がるみたいな、うん、はい、うん、そうですね、なんで犬入ってくるの。野良犬の会に野良犬がいませんもんね、まだ。そうだから俺家の建てた時に玄関先に玄関とあの何ていうの開けたところに水はちょっといるやろって言って、いるとかで、いやいるよみんなお前子供が犬でも拾って行ってみよ、お前犬洗わなあかんしつけ作った俺拾う犬おらんわ。失礼いたします。はい、おはようございます。美しいね、いただきます。うなぎってほんま美味しいよな。お団子いただきます。ねえ、お団子じゃあせっかくやから。元気になりましたか。あ、元気になりました。ありがとうございます。写真撮ってもいいですか。あ、どうぞどうぞ。おいくらですか。いらないよ。ね、プレゼント。プレゼント。そんな。プレバトで。プレバトで頑張ってもらえる。ありがとうございます。いただきました。すみません。はい。おいしい。ここはもう何年ですか。100年ちょっと。何代目ですか。僕で5代目です。5代目、はい。これね、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってよ。待ちやな。今からちょっと社長さんにお伺いして、うん、山本邸に、うん、そのいけんの。はい、ここが取れたんで。山本邸って何なん、そもそも。自宅やったんやで、カメラ屋さんの。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、失礼します。こんな行き当たりばったりでこんなことある？導かれるように。すごいね、来たいう感じすんな。すごい、どうする？すごい、マジで。たまたまその人から電話かかってくるこんな。そんなことある？まだ4時間と見せてもらおスタイルだったね。変な YouTube やなこれ。